ウマインフルエンザは国際重役事務局のリスト B に指定されている伝染性疾病である。ウマインフルエンザとも表記される。この疾病を表す別の故障としてウマ流行性感冒、略してウマ流感とも言う。発熱を伴う急性の呼吸器疾患で家畜伝染病予防法においては届けで伝染病に指定されている。主な症状としては発熱、咳、 鼻水のスイカなどが所見される。飛沫による感染で拡大しその感染力は高く、感染速度も速い。馬から馬へは感染するものの、馬から人などへの感染はない。ただし、犬には感染する可能性がある。インフルエンザウイルスの特徴として種特得意性は極めて高い。冬に感染することが多いが、基本的には季節に関係なく流行しうる。 多くの観衆が連続的に発生し馬の移動などが大きく制限され、また観衆はしばらくの期間は競争に使用できなくなることで出走可能な競争場の数的確保が困難になる。ため競馬の開催については一定の期間は事実上不可能となる。馬インフルエンザウイルスは抗病原性鳥インフルエンザウイルスのような死に直結するほどの強い毒性を持たない。 また馬伝染性貧血のように治療やワクチンによる感染予防が不可能という性質のものでもないため、これら家畜伝染病のような感畜の強制的な殺処分などの規定はないが、届け伝染病として感染場が発生した場合の所在地を管轄する都道府県知事への届け出を義務付けている。感畜には治療が行われ、体内のウイルスが消滅し体調が回復すれば、 再び競争に出走できる。また体調が回復し、再度トレーニングを行えば、競争能力への影響もない。ただし、海外では、渋滞となった馬に対して、安楽死処分が取られた事例がある。なお、治療については、基本的には、対症療法と安静が基本である。また、治療薬については、人間と同じく抗生物質などが状況に応じて選択されるが、 ウイルス自体に抗生物質は全く無効で二次細菌感染の予防目的で使用される。日本の馬は厳重に管理された競争馬頭が中心で最初の感染源となった馬の特定は可能である。ただし、これには疫学的な調査を実施する必要があり、その作業工程上、ある程度の時間は必要になる。年月からの 馬インフルエンザ流行の際に行われた調査での最初の感染源とされた馬の特定は1972年2月頃である。馬インフルエンザは世界的に古くから臨床的には知られていたが、初めて馬インフルエンザウイルスが分離されたのは1956年のことである。馬インフルエンザウイルスには1956年にチェコのプラハで、 初めて分離された馬1型ウイルス。プラハ型とも呼ばれると、1963年にアメリカのマイアミで初めて分離された馬2型ウイルス。マイアミ型とも呼ばれる。アルゼンチンからフロリダに持ち込まれた馬からフロリダの馬群に広がった。その後、1964年から1965年にかけてヨーロッパの馬群にも導入されたのに系統があるが、 1987年のインドを最後に馬1型ウイルスが確認されたことはなく、それ以降に流行しているのは馬2型ウイルスである。馬1型ウイルスより馬2型ウイルスの方が病原性、伝播性ともに強いとされる。1987年頃、馬2型ウイルスはヨーロッパ系統とアメリカ系統の2つの系統に分岐し、 それ以降それぞれヨーロッパとアメリカに定着したとされる。しかし近年ヨーロッパ系統は世界的に発生してはいるものの大流行はしておらず、アメリカ系統がヨーロッパなどでも大流行の原因となっている。タンパク質のデータベースであるニプロットにはインフルエンザ A 型ウイルスのサブタイプの分類もあるが、この内馬に関するものは H3N3 型については A、e ワイン。 ニューマーケット1979の一種のみだが H3N8 型については非常に多く登録されている。蒸気のようなウイルスの抗原変異に対応するため、馬インフルエンザのワクチンには馬1型、馬2型のヨーロッパ系統、馬2型のアメリカ系統の3つの株が含まれる。今後ワクチンが用いられることが多い。例えば、現行の2004年のワクチンには、 ニューマークット77株、ラプラタ93株、アベスター93株が含まれている。日本におけるウマインフルエンザ研究は1969年、後の競争場保健研究所栃木支所で、ウマインフルエンザの診断法の研究から開始され、1970年には、蛍光交代法による迅速診断法や血清診断法である、 血球業集抑制反応が可能な状態となった。また、日本生物科学研究所と共同でワクチン開発の研究も始まったのも同じ1970年である。馬インフルエンザの収束後の1972年5月にはワクチンの野外試験が実施され、同年秋にはワクチンの商品化に成功し、同時に全ての競争場にワクチンが定期的に接種されるようになった。 また、ウイルスの抗原変異に対応するため、1985年、1996年、2004年の3度に、わたり、ワクチン株の変更が行われている。2007年8月以降、日本で流行した馬インフルエンザウイルスはウマ2型ウイルス H3N8 型であり、遺伝子正常は、フロリダ系統のグループに含まれることが、判明している。遺伝子解析の結果、 今回分離されたウイルスと過去のウイルスの遺伝子におけるアミノ酸配列を比較した場合、a イークワイン、フロリダ、1、03のアケートを属する a イークワイン、ウィスコンシン、1、03と99%以上の愛動性遺伝子で99.3%ノイラミニダーアッツ遺伝子で99.0%があることが明らかになっている。また、日本と ほぼ同時期にオーストラリアで発生したウマインフルエンザのウイルスについてビクトリア州のオーストラリア動物衛生研究所が行った遺伝子解析ではウイルスの遺伝子におけるアミノ酸配列が上記の A、E クワイン、ウィスコンシン、1、A3、H3N8 と99.6%の愛動性遺伝子については99%を示したとされている。 日本国内で馬インフルエンザが初めて発生したのは1971年の12月で関東地区を中心に大流行した。この時のウイルスは馬2型であった。当時は馬インフルエンザよりも馬流行性官房の略である馬流感という呼び方が主流であった。これは1971年11月19日にニュージーランドより乗馬クラブが輸入した後藤の 上用馬が感染源となったものであったというのが現在の定説である。この五島は所定の輸出検疫を終了し、12月3日に東京、青森、福島の乗馬クラブなどに導入され、この導入された場所から感染が広がったとされている。しかし、当時馬インフルエンザの正常国であったニュージーランドの輸入馬がどのような経路で感染したかは不明であるとされている。 このインフルエンザウイルスに対して、当時の日本は、諸女地であったため、ワクチンなどの対応策もなく、日本の馬類全体に広がりの26カ所。とりわけ、東日本地区の競争馬の間では発症する馬が、続出、エピデミックの様相を呈した。競馬場で最初に、馬インフルエンザ管区が発生したのは、南関東公営競馬の川崎競馬場である。 ウマインフルエンザは立ちどころに猛威を振るい、日常的に人馬の交流がある。他の南関三馬にも、年末までに、大井、浦和、船橋の順で、次々と伝播し、これにより、南関四馬はいずれも1971年の、年末開催から開催の休止や、開催日程の大幅な変更を強いられ、本来ならば、年末の大一番である、アラブ対商店。 東京大賞店はいずれも競馬再開後の翌1972年3月まで順延を余儀なくされたほか、ニューイヤーカップなどの重賞競争が中止されるなどの影響が出た。また、当時継続中であった佐々木武美の連続年間300勝調の大記録も競馬開催中止が原因となり7年でストップすることになった。そして、これが、 中央競馬にも波及してゆく。最初に、東京競馬場の馬や赤軍で官房の症状を見せる馬が大量に発生。中止前最後の開催となった1971年12月、第3週、有馬記念の開催週の中山競馬であったが、官房により出走を取りやめる馬が続出する異常事態が起き、これにより、中央競馬でも、 馬流行性官房が発生していることが明らかとなる。第16回、有馬記念競争も、出走表の段階では9等立てであったが、出走すれば一番人気が確実だった、目白朝馬のほか赤根天竜、上高の計算等が出走を取り消し、実際に出走できた6等によるレースとなった。なお、有馬記念優勝馬は、清水栄治騎場の透明であり、 当日の一番人気だった横山富岡場のメジロムサシは5着と敗れた。そして週明けの21日には中山競馬場の馬や赤軍でも感染場が確認され、22日からは馬の運動が全面的に中止された。12月23日にはオランダより緊急輸入された2000頭分の不活化ワクチンが到着、当面の対策としてまずは 立冬トレーニングセンターと船橋競馬場に配布され、接種が行われた。しかし、関東地方での感染拡大は続き、1971年中央競馬の最終を飾るはずだった26日の中山大障害も中止に追い込まれ、中央競馬の東京、中山の馬や赤群でもその後も感染の拡大は続いた。また、年末には、新潟県営競馬のほか、 西日本では初となる福山競馬場、ついでその田競馬場でも集団感染が確認され、新潟県営競馬は冬季救済期間であったが、福山競馬は新春開催から全面的に中止となった。その田も開催中止を余儀なくされている。年が明けた1972年、中央競馬における馬インフルエンザ流行のピークは、 感染騒動が始まって3週間目の1月8日で、この時点で1986頭の間地区が発生していた。それから2ヶ月間、中央競馬の関東地区では1971年6回、中山競馬7、8日目、1972年1.2回、東京競馬の延べ九州にわたり、全日程が開催中止のやむなきに至った。最終的には、 南関東公営競馬4馬と中央競馬の関東地区の在級馬は、ほとんどすべてが感染したとも言われる。中央競馬を例に挙げると、当時の関東地区は、現在のように、日本トレーニングセンターがまだない頃で、東京競馬場と中山競馬場、中山競馬場白い分場の3カ所に分散して、競争馬の旧車があり、 その3カ所で関東所属の競争場の調教が行われていたが、1972年の馬インフルエンザ問題当時、関東地区3カ所の在給場が合計1893頭だったのに対し、発症場は1766頭にも上った。なお、中央競馬の立東トレーニングセンター、上述した場を除く、地方競馬た地区は入給制限や順を追って、 行われたワクチン配布などの懸命の貿易体制を敷いたことが走行し感染防止に成功したため競馬開催は通常通り行われた。1972年の馬インフルエンザ流行の影響でその年の上半期の関東地区の中央競馬開催日程について大幅な変更を余儀なくされることとなった。具体的には中央競馬では サツキ賞の開催が5月28日に、東京優秀の開催が7月9日に延期されるなど、春季クラシック戦線にまで大きな影響を及ぼした。日本ダービーの開催が、阪神競馬場の宝塚記念より遅かったのは1968年と1971年、及びこの1972年だけである。1972年のクラシック戦線は、 ボバで例を挙げれば、ロングベースランドプリンス、タイテームの関西三強が中心軸となるなど、インフルエンザの影響を受けなかった関西馬が全体的に優勢な状況となった。この馬流漢騒動は競争馬の生産部門にも大きな影響をもたらした。一例を挙げれば、メジロアサマは引退後主母馬になったものの、無性主将に近く受胎率の低さに悩まされることに、 なったが、これは、ウマインフルエンザ治療で使用した、抗生物質の副作用と言われている。そのため、種付けをしても思うように自体成績が上がらず、シュボとして、廃用寸前に追い込まれたほどである。ウマインフルエンザの影響で、目白朝ア同様にシュボ及び繁殖場失格に追い込まれた馬もいた。 上述した1971年の事例を教訓として日本国内ではほとんどの競争場、馬術競技場に対し春秋の年にかワクチンの接種が実施されており、その後はインフルエンザの流行は久しく起きておらず、ワクチン接種は大きな効果を上げてきた。2007年8月16日、日本中央競馬会の美穂立党の領、 トレーニングセンターで36年ぶりに、ウマインフルエンザに感染した疑惑のある競争場が20頭、確認された。なお、最初の管蓄については8月11日頃には出て、いたのではないかという見解もある。その後の検査により陽性反応が出る、競争場が多数発見されている。即時に貿易上の観点から移動が制限され、管理下の施設と外部の施設の間での移動が、 禁止された。また主催者によっては感染場を束から隔離したり、施設内に立ち入る自動車や施設内の馬房などに消毒などの防疫作業が実施されている。競争場の移動が1971年当時とは比較にならないほど活発に行われていたことから、16日の発覚以前の移動によって感染場が JRA 施設のみならず、 地方競馬も含む広域にわたって発生しているのが今回の感染の特徴である。軽種場貿易協議会事務局の31日付、馬インフルエンザの発生に伴う施設間の馬の移動についてという伝達によれば遺伝子解析の結果、今回のウイルスはフロリダ系統と類似したウイルスであるとしている。競馬開催への影響競馬開催への最初の 影響は16日の地方競馬の旭川競馬場で実施されたブリーダーズゴールドカップを含む指定交流競争に競争である。2競争へ出走予定であった JRA 所属場に競争形状等は JRA 管理施設からの移動が制限されたため旭川競馬場に向かうことができなくなり競争から除外する措置が取られた。 中央競馬を主催する JRA は当初、ワクチン接種を前頭に対して実施していることから、影響は小さいと考えており、16日の記者会見では8月18日19日の中央競馬を開催すると発表していた。だが、翌17日朝に週末出走予定の競争場から163頭を検査したところ29頭が陽性反応を示したため、一転して、 開催を中止した。地方競馬では当初感染馬はいないとされていたが17日夜、北海道競馬の旭川競馬場でも陽性反応馬が確認され、以後、以下の各地で陽性反応や類似の症状を見せる馬が確認され、防疫強化や構成確保などの観点から開催中止の措置が取られている。 その後も金沢競馬場では8月21日までに全在級馬529頭に対する検査が実施され2割を超える117頭に陽性反応が確認される事態となり一時期開催再開の目処が立たなくなったと報道された9月より競馬は再開された相次ぐ感染馬の発覚と開催中止の連続に22日管轄の農林水産省と 各競馬主催者が会合を開き、大応協議。感染拡大を防ぐことが確認され、当面は陽性反応が出た馬を排除した上で、競馬を開催することとなった。日本中央競馬会もこれを受けて、同日25.26日の中央競馬の開催を発表。同時に出馬投票時刻を変更し、出馬投票後に検査を行い、 陽性反応が出た競争馬を排除した上での開催とすることを発表した。平素から交流を行っている南関東公営競馬では大井競馬場で陽性反応を示す競争馬がいるため27日からの川崎競馬では大井競馬場所属の競争馬は参戦を禁止することとなった。東海地区でもヤトトレーニングセンターで陽性反応を示す。 競争馬がいるため、28日からの笠松競馬場での開催では、愛知県競馬組合所属の競争馬並びに、騎手は参戦できなくなった。30日に、船橋競馬場で8頭の陽性反応が出たことを受けて、川崎競馬から30日は9頭、31日は18頭の競争馬が競争から除外された。31日、 9月17日に開催が予定されているダービーグランプリを2007年度は交流を取りやめ岩手競馬所属場限定で開催することが発表された。9月7日には日本テレビ杯が2007年度は南関東限定として開催することが発表された。また白山大賞展も2007年は金沢限定で開催することとなった。10月には ウマインフルエンザの流行も収束する方向に向かっていることから、東京坂月より地方競馬側の中央と地方の交流が再開され、中央競馬側でも10月27日より指定競争で11月3日から特別指定競争でも交流が再開されることとなった。また8月18日、19日の中央競馬の中止した計6日分の開催は、 事業計画を変更した上で、福島と中京で、それぞれ2日分と東京と京都で11月23日の開催を追加することとなった。中央競馬が23日に開催することとなり、その他競馬が当初開催予定であった23日の開催を13日に変更。23日に開催予定であった。 今日ジュニアグランプリは20日に開催を変更とし、代替開催を行うことによる影響が早くから現れている。2007年11月12日、日本中央競馬会は、福島競馬場の乗用場から、馬インフルエンザウイルスを検出したと発表した。このため、11月10日から11日の、福島競馬場におけるレースに出走したすべての馬に、対して、急遽、 ウイルス検査を実施することになった。翌週17日には、立東所属場2頭から、馬インフルエンザウイルスを検出したと発表した。このため、18日の出走予定の立東所属場及び、京都競馬状態在場に対して、急遽、ウイルス検査を実施することになり、京都競馬の出走予定場で2頭、東京競馬の出走予定場で1頭が確認され、 18日時点では7頭が感染していることが判明した。競馬開催中止に伴う影響馬術競技への影響馬術競技においても馬インフルエンザの影響により国内複数の競技会が中止もしくは延期となっている。さらにオーストラリアのシドニーで10月26日に予定されていた北京オリンピックの一部予選競技会も中止が決定されている。 秋田国体における馬インフルエンザ10月5日、同日から秋田県で行われる秋田和菓杉国体の馬術競技に出場予定だった競技場6頭が馬インフルエンザに感染していたことが発表された。感染が判明した馬を出場停止にして隔離したほか、同日から出場場170頭の全頭検査を始めた。7日、競技に出場している競技馬2頭が 新たにうまいインフルエンザの簡易検査に陽性反応を示したと発表した。対応として、翌8日朝、同日の競技に出場予定前頭に簡易検査を行い、1頭でも陽性反応が確認された場合、8日9日の競技を中止すると発表した。また発症場2頭はいずれも発熱症状を示しているという。8日、秋田県は同日以降の競技を中止すると発表した。 感染場は同日の11頭を含めて計20頭に上り国民体育大会の競技で途中から中止するのは国体史上初めてという9日中止が決定された国体馬術はその後も新たに16頭の感染が確認されたその他の日本国内への影響日本国外への影響遠征への影響開催国はウイルスの流入を防ぐために 対象馬が感染しているかしていないかにかかわらず、ウイルスの流行している国からの馬の遠征を制限している。今回の流行により、遠征を断念した馬が多数いる。フランスの外線門章に出走を予定し、出国検疫のためにミホトレーニングセンターの検疫馬や席に滞在していた名称サムソンに陽性反応が示された。また、 グローバルスプリントチャレンジの対象競争であるセントールステークス、スプリンターズステークスには当初はベンバウンが挑戦の意向を示していたが、馬インフルエンザの流行と検疫所の問題から遠征を断念した。9月7日、競馬学校で教育用馬で陽性反応を示した馬がおり、輸入検疫施設の指定を取り下げたことが発表されたが11月1日に再指定を受けた。 また沈静化して、以後も当面は出国検疫が厳しくなる。2007年12月に行われる香港国際競争に出走する際には、当初1ヶ月間開催されていない競馬場などで出国検疫を受けるために隔離され、なおかつ同地で乗馬用の馬などからも馬インフルエンザが発症してはならないという制限の元に置かれる。このため多数の 1> 第1回出走登録があったものの断念した陣営も多く、出走するのは今後を力士用とシャドウゲートの2頭となった。2008年3月に行われるドバイミーティングへの選出馬となった7頭が1月31日に発表されたが条件付きでの遠征となる。条件の詳細は2月1日に発表され、日本とアラブ首長国連邦間によって決まった条件は 出国5日以内に、馬インフルエンザ検査を行い陰性であること、出国前21日間、馬インフルエンザの発生がない施設にいること、アラブ首長国連邦が要求する方法で、馬インフルエンザワクチンが接種されていること、の3つの条件を満たさなければ、征お及び出走はできないことになる。検疫機関自体は、 通常の5日間で輸出検査は指定された競馬場の国際厩舎となるため出走馬はの条件を満たして3月は非開催の京都競馬場で調整されることになる。あとに4頭が追加選出され最終的に遠征を観光したのはイーレ検診、アドマイアオーラ、ウオッカ、バーミリアンの4頭となった。同年4月27日に行われるクイーンエリザベス2世カップに 祭りだごはホが、同日のチャンピオンズマイルに、マイネル・シーガルが選出されたことと、香港政府と日本国政府の取り決めによる14日間の輸出権益を、新潟競馬場の国際厩舎で行うことが4月1日に発表された。同年5月18日に行われる、シンガポールエアラインズ・インターナショナルカップにコスモバルク、シャドウゲート、タスカータ・ソルテの3頭、 同日のクリス・フライヤー・インターナショナル・スプリントにドラゴン・ウェルズの合計4頭が選出馬となり全ての関係者が正体を受諾したことが4月4日に発表された。しかし4月11日に日本とシンガポール政府間の衛生条件に関する協議の結果、衛生条件は出国前3ヶ月間に伝染病の発生がない施設にいたことという条件が発表された。 これにより、日本中央競馬会所属の3頭は、3月12日に、美ホトレーニングセンター、3月13日に、立東トレーニングセンターで、馬インフルエンザが確認されているために出走、不可能となった。なおコスモバルクは条件に該当しないため、遠征可能となっている。国外への感染アメリカのニュース専門放送局で、ある CNN によると、日本と、 ほぼ同時期に発生しているオーストラリアの馬インフルエンザについては日本からの感染が疑われている。なお2007年のオーストラリアにおける馬インフルエンザ流行については EN2007 オーストラリアにイークワインインフルエンザアウトブレイクを参照。1971年の日本における馬インフルエンザが収束したその翌年の1973年5月には 韓国でも発生した。トゥクソム競馬場に在籍する競争場で357頭中310頭までも、罹患し2週間競馬が中止に追い込まれた。1986年、南アフリカでは、ウマインフルエンザの大流行により、競馬が約3ヶ月開催されなかった。1987年、インドでフランスからの輸入馬を感染源として、 ウマインフルエンザの流行が起こった。1992年11月には香港、砂田競馬場において罹患した馬たちが確認され、同年12月まで競馬開催は休止となった。これに伴い、香港招待カップ及び香港招待ボールは、翌1993年4月18日に順延開催された。 11月16日から12月9日の24日間に、砂原競馬場に、在馬や下958頭のうち402頭が、感染したが、重症は2頭に止まった。この時すべての在球場に、定期的なワクチン接種は行われていた。感染源はイギリスあるいは、アイルランドからの輸入場と言われている。中国では1993の1994年に、かけて、 内モンゴルを原発とする大流行が起こったが、これは、ロシア経由で導入された馬2型ウイルスの感染場が原因と見られている。この時は、およそ1年の間に、馬、ロバ、ラバなど224万頭余りが臨床症状を発現し、約2万4600頭が死亡したとされる。2003年3月から5月にかけて、イギリスニューマーケットで、 ウマインフルエンザが大流行した。2003年12月9日には、ケープタウンで最初の感染が確認され、12月19日までに南アフリカ国内で約2600頭に感染し、競馬の開催が中止された。この時の感染源は11月26日にアメリカからアムステルダム経由で、ケープタウン空港に輸入された競争場32頭であると考えられている。 なおアメリカ、イギリス、フランス、スウェーデンなどでは、毎年のように馬インフルエンザが発生しており、珍しいことではない。しかし、ヨーロッパやアメリカなどの馬インフルエンザウイルスの常在地では、ほとんどが感染経験のある馬群のため比較的軽度な症状の流行形態をとることが多く、競馬の開催が全国的に中止されることは少ない。一方、 アジアや南アフリカでの馬インフルエンザの原因のほとんどはアメリカやヨーロッパからの輸入場が感染源である。ただし例外も存在する。中国東北部における1989から1990年の馬インフルエンザは鳥インフルエンザに由来するものである。この時2万頭以上に感染したとされているが、この鳥型インフルエンザウイルスはこの時以外確認されていない。 ありがとうございます。